はい、今回は筋肉マンの最新話第435話についての感想や今後の予想などをお話ししていきます。そのため筋肉マン最新刊以降の内容が含まれていますので、視聴される際にはご注意ください。ちょっと前に2023年でまだサプライズがあるのかについてね、動画をアップしていたわけなんですが、そこではね、もうこれ以上サプライズはないとね、予想していたわけなんですよね。やっぱり今年もうすでにね、カオス登場とかね、そういったサプライズ結構ありましたんで、ただそのカオス再登場にも匹敵するような強烈なサプライズが起きたエピソードとなりましたね。まずはこちらからいきましょう。前回のあらすじです。ゼブラとシンクロしてシマウマ柄になったマリキータマン。エグゾセミサイルズの2人はマッスルインフェルノを組み込んだ新2プラトン、シンクロニシティインフェルノをついに解き放ちます。エグゾセミサイルズ VS エルドミノスの対戦はいよいよクライマックスへというところで終わっていたんですよね。そういえばいただいたコメントの中に、マッスルインフェルノの完成版は2プラトンっていう考察あったんですが、真偽はともかくね、この考察ね、個人的に大好きですね。続いて今回の感想です。ついにゼブラが作中初勝利を挙げたのでね、ここでじっくりと祝いたいところなんですが、先ほども言ったように次々とサプライズな展開がね続いたので、今回は2つのポイントに絞ってお話ししていきます。まずはこちらからです。やっぱりやったマジカク。本来であればこのマジカクが今回のエピソードの最大のポイントになっていたんじゃないかなと思うんですけどね。まあそれはいいんですが、エルドミノスにはマジカクがないと思っていたんですが、これについてはね、これまでの感想動画にでもね言及していたんですけれども、姿形を変えてついていたことがね明らかになりました。そこはね、マリポーサが鮮やかにね、マジカクを見つけ出していたわけなんですが、とにかくね、やることがかっこいいマリポーサですね。まあなんというか、怪盗スキルが発動して簡単に見つけ出したみたいな感じだったんですけれども、ただこのマリポーサとゼブラですよね。ゼブラもね、マジカクの存在は知っていたようですね。しかも今回の時間超人も必ずマジカクを持っており、マジカクを折ることで一度だけ時間旅行が可能であることも明らかになりました。これは筋肉マン2世の時間超人の設定と同じなんですよね。でこの展開によって先にね登場していたカオスも時間超人であることがねほぼ確定となったんじゃないでしょうかね。まあ、カオスの動向については改めて考えていきたいんですが、さらに時間超人たちは世界を潰した後遥か未来に時間旅行をして、その時代で新たな理想郷を作ることが時間超人の目的であることも判明していました。おそらくこれがね真の目的なのかなと思われるんですが、時間超人がね目指す理想郷と筋肉マン2世のアベニール王国が何か関係があるのかっていうのは、これは気になりますね。アベニール王国があった時も地上の超人は健在であったと思われるため、例えばこれサンダーは時間超人と正義超人の間に生まれた超人なんですよね。だからまあ理想郷イコールアベニール王国ではないとは思うんですが、この点もどのように描かれるのか注目はしていきたいです。ちなみにマジカクの形状を変えてカモフラージュできることが可能であれば、これまで登場した超人の誰かが実は時間超人だったっていう展開もね、未だ問題なく描けるかなと思うんでね、こういう展開もあるのかっていうのも気になりますね。サイコマン、ここでねとんでもない爆弾を投下してきたなと思ったんですが、先ほども言ったようにゼブラ作中初勝利とかね、マジカク出現とか結構中身がね濃かったんですけど、その中でも最大のポイントと言えるのではないでしょうか。最後のシーンでニャガニャガというねサイコマン特有の笑い声とともにサイコマンに酷似した時間超人が姿を現していました。
サイコマンそのものではなくて顔のデザインやコスチュームなどが異なっていたわけなんですが、見比べてみるとね、結構違うところあるんですよね。体型もね、サイコマンと比べるとちょっとマッチョかなっていうのは感じたんですが、まあ、これらのデザインの違いっていうのはね、何を意味するのでしょうか。真相が明かされるまでサイコマン自身なのかどうなのか、そわそわしながら筋肉マンを読むことになりそうかなと思います。自分としてはサイコマンに変装した何者かという展開には個人的にはなってほしくないわけなんですが、以前にね、発疹の鎧を着てきた長身に思いっきりね、落胆させられましたからね、ネプチューンキング来たかなと思いきや、まああんな感じだったんでね。ただこの長身自身はね、至って真面目な考えであの鎧着ていたわけなんですよね。まあ、ただし今回登場したサイコマンが真っ赤な偽物で、本物が後で登場するっていう展開もかなり熱いんじゃないかなと思います。まあ、消滅してしまってるんで、通常であればもういないんですけれども、そこら辺はね、なんとかゆでたまご先生が描いてくれるんじゃないでしょうかね。で、まあ、自分が真っ先に思い浮かんだのが、時の神がサイコマンを改造したっていう展開ですね。今言ったようにサイコマンは完全に消滅してしまったんですが、神様ならね、なんとかするんじゃないかとも思うわけなんですよ。残った帽子からサイコマンのデータとか読み取ったんでしょうかね。またこれですよね、サイコマンはもともと時間超人だったっていう考察があるのですが、これが事実であればサイコマンそのものは消滅していても、まあ、やっぱりそういうデータとかね、もともと時の神がね、あのサイコマンを作り出したっていう結論になるんで、同タイプの超人を作るのは造作もないことかなと思います。で、このサイコマンらしき超人がね、いわゆるオリジン編のね、ラージナンバーズのネメシスのように時間超人の中での強キャラ的な存在として地上の超人たちに対して猛威を振るうのでしょうか。サイコマン自身であればどこかのタイミングで味方になってほしいんですけれども、ちなみにね、このままだとね、なんというかサイコマンとね、マリポーサが激突する展開もあり得るんですが、この展開はなんとか回避してほしいかなと思いますね。マリポーサが絶対負けると思うんでね、サイコマンだったらね、仕方ないという考えもあるんですが、とにかくね、サイコマンについては改めて特集していきたいです。次回更新予定日ですが、12月の18日月曜日ですね。まだね、今年配信が残っていますね。ただ来週が今年最後の配信となるのでしょうか。このタイミングでまさかのサイコマン登場という展開になったわけなんですが、次回はさらなる急展開が待っているのかっていうのも気になるところです。こんなにね、盛りだくさんの内容だったのに、少なくともあと1回はね、今年筋肉マン楽しめるのはね、喜ばしい限りですね。ということで、今回はこの辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。